かんこれ。いいこと、暁の水平線に勝利を刻みなさい。どうも、三井と申します。昨日5月22日ですね、長門の会議が実装されたということでね、久々に、私カンコレの方にログインさせていただきました。いやね、カンコレはね、一時期はね、もう私カンコレ中心の生活と言っても過言ではないくらいね、まあなかなかやってたというか、まあそういう感じの提督だったんですけども、まあ、ここ最近ですね、まあめっきりログインをしていないという、もうイベントもね、もう1年ぐらいやってないんじゃないかって、だから1年ぐらいまともにログインしてないんじゃないかっていう感じなんですけどね、もう今回ね、もう長門の会議が実装されるってことで、まあ長門かなり大好きな館なのでね、まあ、会議がついに実装されたってことで、ちょっとね、まあ恐れ多くも、ちょっと久々にログインの方させていただきたいと思います。ではやっていきたいと思います。いや、提督が陳述に着任しました。これ長門じゃない？これより艦隊の指揮に入ります。これ長門だよね多分。僕が神風型駆逐艦4番艦松風だ。はい。君が僕の司令官か、いいね。僕の背中を任せたよ。あ、さあ一緒に行こう。どうも。まあちょっとこの音量バランスいじっていくか。BGM ね、この BGM、なんでタイトル忘れてるか、なかなかいい曲だけど、せっかくね、会にあれするので、ちょっとボイスメインでいきたいかなっていう感じなんですけども、ね、松風ちゃん、まあ、なんとなく名前覚えてるんだけど、なんかイベントかなんかでもらえる感だと思うんだけどね、まあ、すごい可愛いんだけど、なんで僕はこの子を秘書にしてるんだろう。それがさっぱり思い出せないですね。なんだい？はい、あ、それだけ？いいね、そういうのは好きさ。そういうのってどういうのなんすかね。ちょっと、なんだい？いや、なんか松風ちゃんと戯れるのがちょっと楽しくて、ついついこの動画のね、ちょっとメインディッシュをね、忘れがちになってしまいそうですけどね。長門のね、会議なんで、僕の提督力104なんですかね。資材とかね、設計図とかその辺足りるんでしょうかね、僕は。節分の豆かな。はぁ、あ。じゃあ俺今年の2月とかにログインしてんのかな。どうなんだろう、それとも去年の2月からログインしてないとこかな。ちょっとわかんないけど、まぁ、あ、ちょっと長門の方をね。長門レベル99。いたいたいた。戦艦長門、出撃する。はい。というわけでね、こちらがね、まあ今現在の長門さんですね。なんだ、なんだ、なんだ、なんだしか喋ってくんない。久々すぎて俺の顔を忘れてる説。なんだ、あ、本当に長門、もっと喋んなかったっけな。いや、嫌いではない。急に、なんだしか喋んないと思ったら急に結構ね、エロティックな感じの。さて、じゃあ改装していきますか。デッキ量、お、改造、改造設計図が足りません。改造設計図が、どうやって作ったっけな。これで作った、これを、あ、これだこれだ。僕は今勲章が19個あるので、まあ全然作れますね。よいしょっと。よかったよかった。これで足りないとかだったらね、この動画僕松風ちゃんをツンツンしただけの動画になってしまいますからね。いやー、いるね。まあでもそこはね、長らくログインせずに放置したことによって、こう、自然回復の多分限界量までね、来てるんでしょう。それによってね、まあ資材の方はなんとか余裕があるので。さて、じゃあ改装していきたいと思います。で、よろしくお願いします。いやーね、僕まだイラスト見てないんでね、楽しみですね。お、あ、この兵装は、うむ、さらに強くなるな。こういう感じになるんだ。へえ、長袖だ。まずそこ書いてあれだけど、でもおへそは出てるんですね。はあ、なんかいろいろ持ってる。41センチ連砲、姿勢40、ああ、これ強いやつじゃない。10センチ広角砲。で、ヤマト型のバルジ。へえ。
どんな感じ？私の顔に何かついているのか？はあ、すげえ、なんか後ろごついね。すごいな、この辺とか。なんか歩きにくそう。なんか室内では外しといてほしいな。へえ、なるほどね。はあ、なんかいろいろ変わってるね。なんかこう仮面ライダーベルトみたいについてるね。うん。なんだ？セリフ変わんないのかな、この辺の。なんだ？あんま変わんないかな。なんだ？さてさて、じゃあそうですね、中ハエのイラストの方をね見ていきましょうか。じゃあ、いけ。戦艦長門、出撃するぞ。続け。おお、なんかちょっとセリフも変わってんじゃないか。元のセリフもう一つ覚えてないっちゃ覚えてないけど。5の5って多分まだ1回もクリアしてないんじゃないかな。1の5からね、4の5までは一応クリア経験。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。あ、こんな子いたな。ばあ、大丈夫かな。ちゃんと中波まで行くかな。多分ね、まあ、元々耐久強い。改装されたビッグセブンの力。侮るなよ。あれ、あいつらに、私を中波にする実力がないのでは。ちょっと中波にしてくれな。長友、改装されたばっかりで申し訳ないけど、胸が熱いな。あれ、マジで中波になんない。お、なった。あらららら、敵艦隊もなかなかやるな。結構脱げましたね。なるほどね。なかなか可愛らしい表情になりますね、中波すると。これ以上叩かせない酷なので。いやはや、いや、いきなりね、カイニにしたばっかりでね、脱がしてしまって申し訳ないけど、あらあー、なんか後ろの方も小ざっぱりしてますね。撤退。艦隊祈祷だ。よし。こんなに脱げててもなんか凛としてますね。なんだ？なんだ？図鑑ナンバー341、長門海。88艦隊計画の第1号艦として生まれた長門型戦艦のネームシップ長門だ。大和型が就役するまで連合艦隊機関も務めていたさ。世界のビッグセブンと言われてもいたな。はあ、ビッグセブンだね。どこがとは言わんけど。いやー、でもかっこよくなったね、本当に。もともとかっこよかったけども、なんか、本当になんかね、宇宙戦艦感あるよな。あと、武将みたいな感じでね、ちょっと。いやー、いいっすね。というわけでね、長門の方もね、無事、会になったということで、ね。なんかあれだね、脱げたまま終わるのもあれだから、一応おべべを着さすかいな。やっぱりな、世界のビッグセブンをな、艦隊決戦は万全の状態で戦いたいからな。凛とした状態にさしといてあげたいというかな。補給もしとこう。そうだ、食える時に食っておかねばな。そうだな。というわけでね、長門さんの服も元通りというわけで、無事ね、私の珍獣の長門さんも会になることができました。いやーね、ほんとかっこよくなったよね、長門さん。まあ、カンコレの方かなり久々にログインしてみたんですけども、まあ、またね、せっかく長門さんに会にも実装されたということでね、まあ、次のイベントにはね、まあ、ちょっとでもね参加できたらなっていう感じですかね。はい、というわけでこの動画は、以上でございます。それでは失礼いたしました。では